広島空港から広島駅までは車で約1時間の道のりですが、電車はないので路線バスで近くの駅まで行って、そこから電車に乗って広島駅まで行くか、高速バスを利用して広島駅まで行きます。車椅子対応の高速バスというのはほとんどの地域ではないのですが、広島は対応があったので今回利用してみました。乗れるバスは時間が決められていて1日数本しかありません。事前に何時のこのバスに乗りたいですというふうに予約をしてから向かいます。3時の便で予約したんですが、飛行機が2時45分とちょっと遅れて着いてしまったので、ああもう乗れないなと思ったんですけども、運行してる広島電鉄さんのご厚意で私のためだけに貸し切りでバスを出してくれました。本当に嬉しい。スタッフのおじさんたちもみんないい人で本当に最高でした。皆さんぜひ使ってみてください。